先般のサウジアラビアの石油施設への攻撃を日本も国際社会とともに強く非難します中東情勢が深刻の度を増していることを強く懸念していますこの地域の平和探偵は我が国のみならず世界経済の安定に直結しています昨日 ローハン大統領と首脳会談を行いましたイランは核兵器を含むすべての大量破壊兵器に反対するとの明確な発言がローハン大統領からありました6月のイラン訪問の時と同様この地域の平和と安定に向けた意思を改めて確認いたしました本日は トランプ大統領とも中東情勢その緊張緩和に向けた方策について率直な話し合いを行いました厳しい情勢であればこそ米国と同盟関係にあり同時にイランと長年良好な関係を維持してきた日本ならではの舵取りが求められていますこれからも粘り強く対話を続けこの地域の 緊張緩和平和と安定の実現に向けて我が国はできる限りの努力を尽くしてまいります日米首脳会談では両国の貿易協定について最終合意いたしました昨年9月の共同声明に沿って日米双方にとってウィンウィンとなる 締結を結論を得ることができたと考えていますこれからの時代の経済を牽引するデジタル貿易のルール作りについても合意しました日本と米国は長年の同盟国であるとともに世界第1位と第3位の経済大国です この後私は EU の津筑議長とお会いします明日はブルセルに移動しユンカー、e、EU 委員長と会談を行う予定です本年 EU との経済連携協定が発行いたしましたさらには昨年発行した TPP11 そして今回の日米貿易協定により我が国がハブとなって 世界経経済済の6割を占める大きな自由経済圏が誕生します日本はこれからも自由貿易の機士として世界のルール作りをリードし自由で開かれた公正なルールに基づく経済圏を世界へと広めていく決意であります。